どうも、ピオキングです。今日はこのコースやっていきたいと思います。ジャングルスープということで、サムネを見る感じやったら毒沼っちゅうことやと思っちゃうね。で、説明文に、Please do not touch the soup it's hot って書いてるから、毒沼を触って傷つけないでっていうことと思います。まあ、ちょっと何言ってるかわかんないんだけど、見てわかる通り、このコースを投稿した日付、2019年8月14日、マリオメーカー2が出てすぐに投稿されたコースなんですよ。だから、バグとかはないと思うんだけど、この制作者さん、めちゃめちゃ面白いトロールコースをいつも作ってくれんのよ。ってことで、やっていきたいと思います。それじゃあ、早速やっていきますか。クリア率は 0.76%。そういやですね、僕明日から韓国に行くんだよね。でもめちゃめちゃ不安なの。バス乗れるかな、電車乗れるかな。日本語喋れないじゃん。もう開幕ハラー。やべえ、韓国って言おうと思ったら開幕になってしまったね。いやいいね、こういう初見殺し。まあ、前回の1の1がめちゃめちゃ鬼畜すぎたんだけど。ちょっとは進ませろ。もうすぐにクッパクラウンの方に行っちゃおう。そしてこのクッパクラウン乗れるような予感がしないんだよな。お前どこまで行かんのよ。もう戻れねえじゃねえか、毒沼。ただし今のでクッパクラウンに乗れないっていうことが分かった。じゃあ上に行けっていうことなんじゃない。なんか上行けそうだよな。そして右のハテナブロック叩いていいのかい。魚が出てくると思うよ。ほらで、こっちは魚なんじゃない。もう分かってんだって。成敗なんかされるでござるか。そしてこの恋の通りで行っていいのか。大丈夫、進んでいい。ちょっと乗るの難しく、お前赤金魚はやめろって、追跡型は。じゃあここも乗っていく。いやすごくいいコース。罠の仕掛けがシンプルでめちゃめちゃ分かりやすい。左下の鍵取っていいのか。あの鍵は意味があるのかい。鍵は取っても意味ないっていうことが分かった。だが左と右のブロックも気になんない。ここは隠しブロックはない。ワンチャンアイテムがあるとかいう可能性もあるもんな。バブル、そして羽付きの犬か。まああいつらは意味ないからさっさ進んでいこうか。そしてここはスヤー。俺を騙そう。だってそう簡単には行くよ。一旦このパックンの右まで行っておく。いやこのハテナブロックもすげえ気になるんだけどな。あれ、スネオ戻ってきたよ。もしかしてこれ戻るのが正解みたいだ。いやワンチャンあるよ。ないよ。このブラパ上まで上がってこなかったよね。だからブラパが通り過ぎた後にこのハテナブロックを叩けみたいだ。いや上がパックンなだけまだいい。このちょいちゃんで抜けれないから。お前らそんなデュエットすんなって。口が合ってないんだよ。だからこれで隙間を通り抜けていく。あ何がおもろい。もう無視だ、無視無視。ここは全部無視していこう。これでいいんじゃないのか。すごく見やすくていいコースなんだけど、殺意が高すぎるこのコース。この下はドクロレートかな。動くんじゃない。あ、動かないね。いやでも絶対左は動くと思う。だから走っていこうか。走ってドアに入る。ドアが心を持つ扉も閉ざす。でもまあ分かったもんね。ジャンプして扉で入っていく。これでいいんだろ。どうすればいいんだい。はあ、下からね、砲台なんて分かるわけないのよ。だって見えないんだから。じゃあすぐ左に行こうか。埋めましょー。じゃあどうすればよかったんだ。弾が取れた瞬間全部すぐ右に行け。これでいいのか。お前その追跡パターンやめろって。いついなくなるんだって。これさ、右に行けばよかっただけなんじゃない。そしたらブラパがいなくなる。わざわざ左に行く必要なかったんだね。これは上は行けそうにないね。危ないね。だからまあ赤色だけじゃないだけまだマシだね。これ隠しブロックを出しておけない。いやもう絶対終わった、絶対終わった。あんなところにでかいブラパが出たら先に進めなくなるような予感しかしね。まあ一旦左行ってみようか。あそこまでやられずに行くっていうのが無理だと思うんですよ。危ないね。上にバレが見えてたよ。これは何。バカにしてんのか。絶対ね、ここの隠しブロック出しておくのは間違いないと思う。で、左3つは出さないでいいか。そしてここでバネ落ちてくる。そして派手なブロックを叩かないで先に進めばいいんじゃない。ジャンプぐらいして。ここさ、意外と攻略法分かってきたかもしれん。派手なブロックとかわざわざ叩かなきゃあったら意外と先に進めちゃうパターンなんじゃないの。見えない派手なブロックは無理だよ。僕もどうしても叩いてしまうじゃんね。ここは隠しブロックはない。次はあるんじゃな。ちょっとテクニックの問題もあるかもしれん。あ、隠しブロックないんだ。え、なんじゃ、なにここ。いやそこはあんのね。え、この隠しブロックの意味が全然わかんねえ。まあまあ優しいね。絶対下にやられると思ったんだけど。さあここは上と下はどっちだ。一旦上行ってみようか。こっちの土管が正解なんじゃない。土管にありませんね。じゃあ右下行こうか。い
行けませんね。じゃあ右下の方に行きます。この隠しブロックは叩かなくても先に進めたっぽいね。でオンオフした瞬間絶対に画面外からボム兵が来るよ。爆発巻き込まれるみたいな。だから叩いた瞬間すぐ左に行こうか。右下？え、これ降りてっていいの？なんか先に進めるようになってる。うわ、一緒に走るじゃねえか。絶対こっちに来るんじゃない？いや、こっち見てないね。降りた瞬間ジャンプしようか。そしてすぐに、絶対魚がなんか襲ってくると思った。まあいいや、右はじゃあ右の方に行くのね。お前右行けよ。どこ行ってんだって。あ、なるほど、わかった。この右の方に。なんで石親父を右に持ってゆく。そしてすぐにドカウンに入る。中間ポイントが見えた。バレー、いかんいかん、私としたことがこんなので焦ってしまいました。何もしなかったら中間ポイントが取れる。はい、来た。こんなのでね、喜んでられるほどチャチな人間じゃないんですよ。じゃあここのオンオフをして土管に入っていくと。右下もすごく怪しいな。行ってみる。なんだ今の時間は。いや楽しいね今日のトロールコース。難易度的にもめちゃめちゃちょうどよく作られてんじゃない。じゃあハテナブロック叩いてみよう。なーあっあっあっB スイッチを踏んだ瞬間すぐ左に逃げる。そしてこのアップブロック下から叩かない方がいいと思うよ。絶対にブラパが出てくると思う。だから上にジャンプで。なんかですね、キノコが出てくるのが見えたんですよ。だからこのキノコを通って先に進んでいく。これ上当たること必須なんだな。そして上にパンがあるけど、あれ叩いていいのかな。一旦叩かず先に進んでいこうか。で、石エイジがこっち見てるけど絶対にこっち来る。めちゃめちゃ速いスピードでこっち来るんだろ。分かってんだ。だから右の方に行こうか。バウを叩かなくちゃいけないのね。バウを叩いた瞬間すぐに避けるよ。はやー、想像の2倍ぐらい速かったですね。バウを叩いた瞬間すぐ上に逃げる。そっから右下に行けばいいんだ。成敗されてないでござるよ。こっから成敗する何かが来るっていう感じでござるか。じゃあ右に走っていこうか。あの扉に走っていけばどうに入れるんだ。だけどあの線を越えたらオンオフが変わるっていうシステムになってんじゃない。だからここでジャンプだ。これでドアに入れる。さあ中間ポイントはゴールはまだが、ここはすぐ右に逃げる。これは天才すぎ。ここで何もしなかったらよかったんかな。いやこれうまいよ。思い出しただけでも笑えるわ。これは取らない方がいい。絶対に取らない方がいい。いや、取る、取るか、ダメ。アイテムが消えそうになってたらどうしても取りたくなっちゃうよな。じゃああの靴は無視だ。そして下と上って書いてるけど、一旦このツタン捕まっておこうか。そしたら上に土管があるけど。なるほどね。はいはい、この靴を手に入れてこのブラパンを倒せんだ。ごめんね、先に解いちゃって。でもね、ここヒップドロップしない方がいいと思うよ。絶対に土管があると思う。だから端っこでヒップドロップしてこのブラパンを倒すんだ。俺のバカ。ヒップドロップした瞬間に靴を脱ぎ捨てる。それで間に合うかな。あ、間に合ったけど。え、砲台が出てくるの絶対無理じゃん、あんなの行くの。じゃあここで靴をもう履けねえじゃねえか。上の土管に入るとかそんな感じなんかな。あ、分かった分かった、上になんか行き道あったよ。なるほど、こっちか。ちょっと矢印変えないでくれよ。こっちありますみたいなさ。さあここで恋の通り行っていいのか。行っていいわけない、隠しロックがあると思いますよ。ないね。じゃあ右のツタに走って捕まれるんじゃないの。さあこれ捕まれるとか。そのまま右下に行くのが正解か。いや、もう右上に行くしかないな。こっち行ってみようか。度数が襲ってくるんじゃない。襲ってきてもすぐ左に逃げれるような準備をしておこうと思ったけど、意外とこっちが正解か。じゃあ下に降りて左に行く。ふざけるな。コース名が毒沼を触って傷つけないでとか書いてましたけど、傷ついてるのは僕ですよ。行き過ぎなんだよ。少し集中させて、ここでコインの通り行く。でここでちょびちゃんからダッサ。いやもういいんだ、僕なんてもうどまれてもいいんだ。いつもうるさいとか思われてますけど、それでなおかつ下手くそみたいな、下手くそでうるさいやつという最悪なレッテルを貼られてもいいんだ。どうなってもいいんだ。もう自暴自棄になってる。ここはどうすればいい。バッカー。そう思ってるやつらに言うぜ、やってみてくれよ。いかにトロールコースっていうのは難しいのかわかるからさ。たまにああいうミスっていうのもあるあるなんですよ。なんだこれは、ジャンプしていいのかい。ジャンプしていいわけねえだろ。
どけてするぞ。いやマジでね、そろそろ中間ポイントかゴールがあってもいい頃だと思うんだけど、この先はラン、走ってっていいのかい？いや僕は走らないよ。走らないでこの扉に入ろうか。いや右のボム兵は何なんだ、ここ開けてくれるとか。下に落ちてったね砲台が。あ、今の場所か。今僕が閉じ込められた場所なんだよ。いいよ、誘いに乗ってやるよ。こっから走ればいいんだろ。右に、こっからジャンプだ。あわかったわかった、こっからスピラントロールの開始なんじゃない。このドアに入る。そしたらジャンプしなくてよかったよね。そしたらパックが下から、よし、オッケーオッケー、パックの下から進めた。そしてこれは左で大丈夫。そして右にジャンプジャンプ。何を信用していいの。これは信用したらダメだったね。上の土管に入れっていうことだったんじゃない。ここは死に耐久っぽいのが見えましたけど、上のね土管は入ることはできないと思います。だからこれをクリアすればゴールなんじゃない。結局さ、死に耐久の後のゴールって結構ある話じゃん。それを僕待ってるぜ。あの B の先ゴールがあるよきっと。いや絶対あると思う。恋の中に隠してるんじゃない。おい、え、マジないの。期待させんな。え、なんか変わってないこれ。なるほど、こっちが進むべきルートっていうことなのか。もうヒヤヒヤさせやがって。結局ここがゴールへ続かせてくれる道なんでしょ。 P スイッチも鳴ってるしさ。でもなんか最初に戻されてしまったね。え、これ普通通り行っていいのかな。え、なんか何も変わってるような気しないんだけど。今度はさっきとなんか変わってるパターン。鍵は、鍵は意味ない。じゃあ扉に入ってってみようか。え、これでゴールは、え、マジ何も変わってなくない。最初に戻された。いや絶対そんなことじゃないと思うんだよな。ここね、どっかに分岐ルートがあるっていうことだと思うんだけど、最後の土管かな。やっぱ最後の土管入れるような予感がしなかったんだよな。ここ、あ、上に足場があっちゃう。なるほどね。じゃあこれでゴールなんじゃない。え、いやこっちは合ってるはず。こっちピンスイッチ踏まれてないもんね。いや今度こそ合ってるって。絶対あのピンスイッチの中がゴールだよ。ピンスイッチっていうかこのブロックだから。お前邪魔すんだってまで。おっはははは、もう最初は戻ったじゃねえか。いやだ、バレは強えね。もう C 耐久のバレはマジで強すぎる。だからあのピンスイッチを踏んで、あの中が絶対にゴールだと思う。みんなもそれ勝ち。お前バレ邪魔すんだってさっきから。怒るぞ。もうそれ以上お前に邪魔したら僕出てるぞ。いや最後落ち着こう。こうこうすればいいだけの話なんだ。そしてピンスイッチを踏んでこの中に全部やったいや今回のコースはですね、古き良きコースっていう感じでしたね。とても楽しませていただきました。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは黒コース、超むずいハリゲーということで、まあこのサムネ見たことある方いるんじゃないんでしょうか。以前ね、別の方のコースで 0.00 っていうサムネのコースをやらせてもらったんだけど、今回は 0.01 なのよ。この違いは何って思うんだけど。まあその方のサムネを参考にしたのかな。で説明文に、正直言ってめちゃめちゃむずいと思います、やっててクソむずくて、ちょっと簡単にしたのは内緒にしてとって書いてるから、めちゃめちゃ難しいんだろうね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.47% で、すっごい偶然だね。この方の名前、韓国のりガチ勢って書いてるんだけど、僕明日から韓国行くからさ、すごい偶然だなと思って。さあ10コインを1枚取ってからゴール。これは普通に行ってっていいのかな。いやちょっと難しくない、狭すぎだろ。これクリアできるかな。いや諦めないっす、絶対にこのコースクリアしてみせ。やっぱやめていいっすか。相当難しいね。もうここに来るまで15回はやられてる気がする。まあ普通にやろうとしても無理なのよ。普通の人はこんなコースクリアできないと思います。だから普通じゃなくしていけばいいんだ。壊れればいいです。ジャーピン、真面目にやります。ここまでは全然いいのよ。いやこの勢いのまま行っちゃった方が良かったのかな、こういう風に。いや行った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 、よし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 。これ大事にしたいね。でこっからぶっ、これ最速が6秒なんだけど、6秒でクリアした人マジでヤバくない。さあここまでは結構いけるようになってきた。ここの問題は上狭すぎだろ。こっからシャカシャカ、もう嫌だ、僕はなんでこんなコースをやっているんだろう。もうやめたいね。
この先がむずい。でも絶対に無言にならねえぞ。僕を無言にさせるほど難しいコース作ってみた。もう勢いでやってってみようか。一回それでやってってみるわ。ゴール条件邪魔なんだよ。こっからもうジャンプ。いった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 。で、ここも大事にしよう。はい、バカー。この右のブロックに渡ることはそんなに難しくない。で、10コインの前のブロックがあるじゃん。あそこが一番鬼門だと思うんだよね。やったやったやった。じゃあ、あと戻るだけ。ちょっとマジで集中していい。はいはい。絶対に次で言ってみせるよ。みんな見てて。さっきのはわざと引っかかったみたいなもんなんですよ。さあ、ここでジャンプしてあの隙間に行ってくれ。ジャンプ押せ。ビビるな。ビビってちゃゴールできないぞ、ピオキング。勇気を出して飛ぶんだ。もうこっから勢いつけてゴールの左のブロックのところまで行ってみる。それでいけないかな。やったー。シャッシャッ。いや、こう見えてね、1時間かかりました。めちゃめちゃ難しかったね、このコース。とても苦しませていただきました。どうもご視聴ありがとうございます。